日本の未来を考えるキャスターの萌木健一郎です。今日はこの方に来ていただいております。小論権田さんです。権田さん、こんにちは。おー、萌木さん、こんにちは。そして今日はこのスペシャルなゲストの方にも来ていただいております、内閣総理大臣安倍晋三さんです。安倍総理、お忙しい中ありがとうございます。あ、萌木さん、ありがとうございます。はい、そして権田さん、ありがとうございます。いつも見てますよ。安倍総理、権田さんの YouTube ご覧になってるんですか？はい、いつもアキエと一緒に見てます。権田さん、総理見てくださってるそうですよ。ああ、うん、安倍総理嬉しいです。私は総理いつも応援してますから。はい、早速なんですけれども、権田さん、ここからはですね、小論権田さんと安倍総理との、対談で進めたいと思います。では権田さん、お願いします。はい、安倍総理いつもお疲れ様です。いえいえ、日本国民のために頑張っております。総理、早速なんですけどね、やっぱり総理は憲法改正、これをやられたいと思うんですけど、いかがですか？はい、そうですね、やはりちゃんとですね、憲法を改正しないと日本国の未来の姿が見えないと思うんですね。これ総理、あれですか、中条をやはりいろいろなんとかしたいってことでしょうか？はい、そうですね、これ皆さん分かってらっしゃると思うんですけど、やはり我が国を、きちんとした形で守ると、そのためにはですね、現状の窮状というのは、やっぱり変えなくちゃいけないのかなと、このように思っております。私もね、総理ね、これ茂木さんの番組でも言ったんですけど、やっぱり今の日本国憲法っていうのは実質GHQ の押し付けだと、このように思うんですけど、私保守の論客としてですね、そのあたり安倍総理はどのようにお考えですか？まあ、権田さん、これはですね、いろいろな考え方があると思うんですね。ですけど、私は現職の総理大臣としてですね、日本国憲法、これはもちろん遵守することはもちろんです。そんな中ですね、いろんな考え方をお聞きしてですね、そんな中で憲法をですね、よりいい形にしていきたいなと、このように思っているわけでございます。総理、これね、来年の秋まで総理の任期でございますけども、これはですね、やはり延長していただいて4選していただかないと、これなかなかの現状だとですね、憲法改正も難しいと思うんですけど、これいかがですか？権田さん、そうですね、この、自民党の総裁、そして、日本国のですね、内閣総理大臣という地位はですね、これ個人の思いでどの頃というじゃなくてですね、やはりその時々 の国民の声、自民党の皆さんの声ですね、これによっていろいろ決まっていくものだと思いますから、私はですね、今任期をですね、全うして頑張りたいと、このように思っております。ただね、総理ね、これ今の任期中に憲法改正ができる、この可能性はほとんどないんじゃないかなと私も思うんですけど、いかがですか？まあ、そうですね、そういうことも含めてですね、残りの任期の日々をですね、一生懸命やりつつですね、国民の皆さんの声に耳を傾けてですね、日本国にとって一番いい形は何かということを考えていきたいなと思います。総理ね、ただこれ4選する上で一番なんか困ってるなと思っていることは何ですか？まあ、それは権田さんもですね、よくご存知だと思うんですけども、私の妻昭恵がですね、なかなか自由な人間でございまして、それで皆様のお叱りをいろいろ受けるっていうこともありましてですね、それがちょっとですね、困ってるってわけじゃないんですけど、いろいろ気にかかるところでございます。総理、そうですね、じゃあ昭恵さんがね、いろいろ自由にね、このいろいろ外出制限が出てる中でも花見やっちゃったりとか旅行しちゃったりするから、これは総理は心の中で本当は困ってらっしゃるわけですか？まあ、そうですね、困っていないと言うと、それはちょっと、いささかやぶさかではない、いや、そうですね、すみません、ここ官僚が答弁書書いてなかったもんで、許していただけますか？あ、総理、やっぱりあれですか、官僚の答弁の通り言わないといけないということなんですか？まあ、そうですね、私実はですね、官僚の答弁はですね、書いた答弁をこうやってプロンプターでよく使ってるって批判されるんですけど、実はあれ、私自由に喋ると意外と普通に喋れるんですね。ただやっぱり総理大臣として、間違ったこと言ってはいけないっていうふうに思うもんですから、あのいう形にさせていただいてるだけでですね、フリートークでしたら私実は得意なんですよ。あ、そうなんですね、総理ね。総理、ところで昭恵さんの話をしたんで、総理は
やっぱ昭恵さんと4選をどっちを取るかっつったらどっちを取られますか。コントさん、それはですね、そういう質問はちょっと困るんですけども、まあ私口は4選とかそういうことは私の口から何も言ってないわけですからね。ですからこれはまあそういう昭恵か4選をどっちか取るかっていうその伝点はですね、ちょっと私としてもですね、お答えできないなというところなんでございますけどもね。そうです。それとね、私は実はラーメン好きなんですけど、やっぱり総理もラーメンにはニンニク入れる方ですか。はい、そうですね、私はい、やはり健康気使ってるもんですから、やはりラーメン食べるときはですね、ニンニクを入れるというような心掛けております。あ、そういう気が合いますね。トランプさんってのは本当はどういう人なんですか。まあそうですね、これ官僚が書いた答弁をそのまま読み上げるとですね、トランプ大統領は友好国の、非常に大事な指導者ですので、これからも友好関係を保つと同時にですね、アメリカで、余った兵器ですね、こちら買わせていただく、あと人工呼吸器もこちらも買わせていただくと、はい、あとそうですね、辺野古の、基地はですね、これ移設を粛々と進めると、このように官僚答弁には書いております。総理でも本音はやっぱり総理にもいろんな思いがあるわけでしょ。本音はやっぱり内閣総理大臣とは言えないもんなんですか。これもですね、官僚答弁によるとですね、内閣総理大臣は、国民の代表者であってですね、個人の思いとかそういうことはですね、いろいろ、あるとしてもそれは封印しなければいけないというふうに思っております。でも総理、昭恵さんも写真送ってましたけど、いろいろ男たちの悪巧みとか相変わらずやってらっしゃるんじゃないんですか。これもですね、官僚答弁をプロンプターで読ませていただくとですね、そのような一部報道があったのは、承知しておりますが、そのような事実はそもそもございません。そう、面白いですね。あ、ちょっと茂木です、すいません、コントさんいかがですか、安倍総理とこうやって直接お話になって。いや、茂木さんね、やっぱりね、安倍さんね、随分官僚に気遣ってらっしゃいます。だからやっぱり我々ね、やっぱりこれ総理のね、生の声をもっと聞いたらね、やっぱりいろいろ総理のことも分かると思うんでね。これ総理あれですか、例の田崎スシローさんとは随分生のお話されてらっしゃるんですか。はい、そうですね、田崎記者とはですね、いろいろお寿司をそれこそ食べながらですね、お話したりもしてるんですけども、まあその時にもですね、私はやっぱり一国の総理としての、立場を忘れないように、お話しさせていただいております。これ安倍総理、寿司屋にもこうやってプロンプターがあるんですか。いえいえ、そういうことは茂木さんないんですけどもね、まあ、ただ今フェイスシールとかね、いろいろありますので、これ内閣府の方でもですね、官邸の方でもそのフェイスシールドに官僚のですね、プロンプターを出して、それで記者の方と懇談するみたいなですね、そんな技術開発も行われております。これ安倍総理ね、小論言だです、ドキドキごっちゃになっちゃうんで、今度ね、 G7 がトランプさんの発案でアメリカであるみたいですけど、この時もじゃあそのフェイスシールドでこうプロンプターで日米首脳会談とかやったらいいんじゃないですか。そうですね、私もともとですね、トランプさんとは非常に、仲がいいんですけども、その時にもですね、この官僚がですね、安倍総理こういうこと言ってくださいと、これは官僚の声ってやはりつかさつかさで積み上げた声ですから、ですからトランプさんのと話す時もですね、ひょっとしたらこの最新 の日本製のですね、フェイスシールドの上にそういうプロンプターが出るようなものを使ってですね、いろいろお話したいと思っております。総理ね、もう時間がこの後ご公務があるということで、そろそろもう終わりなんですけど、ゴンタさん、最後に安倍総理なんかおっしゃりたいことありますか。総理ね、私としてはぜひ4選していただいて、で憲法改正も実現していただくと同時に、やっぱ昭恵さんへの愛を貫いてくださいよ、総理。はい、そうですね、ありがとうございます、ゴンタさん、ゴンタさんの気持ちはよく分かりました。まあ何しようですね、とにかく私は残りの任期をですね、務め上げさせていただくと同時にですね、昭恵とも、これまでと変わらず仲良くやっていきたいと思っております。はい、ということで皆さん、この貴重な対談いかがだったでしょうか。
星野論客小論コンタさんと、もう安倍総理、お忙しい中来ていただきました。安倍総理どうもありがとうございました。はい、森さん、あの、権田さん、ありがとうございました。はい、ということで安倍総理はここまでとなります。どうも総理ありがとうございました。ということで権田さん、あの、総理ね、今あの帰って行かれましたけど、いかがでしたか。まあね、森さんね、あの、私としては保守の論客ですから安倍総理応援してるんですけど、ただやっぱりね、昭恵さんへの愛と四選どっちを取るかって、これがなかなか難しいなと思うんですけども、まあだけどね、あの、安倍さんのことですから、昭恵もいいけど四選もね、みたいな感じでね、あの、うまくやってくださるんじゃないかなと思っております。はい、そしてあの、これ憲法改正ってのはできるんでしょうかね。森さんね、それはね、私保守の立場としてやっぱり改正はどうしてもしなくちゃいけない。まあ森さんみたいな リベラル最悪の人はね、日本国憲法でいいと思ってると思うんですけど、まあただね、この状況なんでもなかなか難しいかもしれませんけどもね、私もまあこれからニンニク食べて、はい、ちょっと待ってください、今日はニンニク入れるんじゃなくてニンニク丸ごと食べるんですか。いや、まあ今日はあの、安倍総理と会うってんで臭くなっちゃいけないってんで、あの、お昼ラーメン食べるときニンニク入れないで我慢しましたからね。もうこれ安倍さんと終わったんで、私もニンニクさん食べさせていただきますよそうなんですね。本当、権田さんありがとうございました。また機会があったらね、安倍さん来ていただいてね、いろいろお話を伺いたいと思います。ということで、もう一件の、日本の未来を考える、今日はスペシャルとしてですね、安倍総理に来ていただいて、星野論客小論権田さんにいろいろインタビューしていただきました。権田さんありがとうございました。武器さんありがとうございます